かく、やっぱり船が大好きだったに対するみんなの反応を見ていくぜ。かく本当に船大好きだったんだな。スパンダはそんな頃からゾウと付き合いがあったのか。剣に身を食わせたわけだし多分無関係ゾウ。本編で披露してないだけでこういう形態もあるのかもしれん。あの剣、確かフクロウは口が軽かったからチャックつけられたって設定だったと思うが、こんな年からもう装備させられてる。新入りのネロはぶられてるの悲しいだろ。ネロ CP9 の正規メンバーではないで確定。クマドリがおっかさんおっかさんって言ってるけどあれ里親なのか。わざわざ里親なんて弱点を諜報員に作るとは思えないから嘘の可能性が高い。さらに言うとその前の切腹の下りも嘘だから嘘つき人間。クマドリにはちゃんとクマドリやマンバコってお母さんがいてご存命。あの島の連中は大体生まれつきサイファーポールになることが決められてるからな。ルッチ持ちですかねとか言ってるけど、別に職業選択の自由とかなかった男。うろ覚えだけどおっかさんは実在するよ。現役暗殺者で元気に生きてるとかだった記憶。ガキの頃からハットリとの付き合いだったんだなルッチ。こいつらみんな育ち良さそうだな。海軍なんて靴ボロボロだったりするのに。CP9 は養成所みたいなので子供の頃から育てられるから。戦国以外のトップ層がろくな育ち方してなさそうなのどうかしてる。長生きな鳩だな。クマドリだけいまいちどんな子供かわからん。うるさそうというのはわかる。武器にゾウ食わせたんだったか。クマドリはワノ国生まれじゃなさそうだな。おっかさんも暗殺者だった気がする。なんか他の子供と違ってみんな薄汚れてなくてなんかいいところの子供なんだろうなって。ブルーノが野球できるくらい養成所ではある程度自由があったのかな。やっぱり各船大工楽しかったんじゃ。まあ一人だけ角材みたいな話してるしそういう家系出身なのかもな。木と人間の子供かも。この頃のジャブラはちゃんとロビンとケイマイ感あるな。角 CP9 やめて船大工になれ。潰しが効かないのにクビになったから CP 継続。ルッチはまあ無理としても角はまともな人生歩むルートもあったかもな。むしろなんで道を踏み外したんだ。そもそもこいつらの故郷が CP 養成所的なところだから踏み外す道しかない。結局 CP 霊にいるのもその手の仕事しかできないというか許されないから。現在進行形で公務員のエリート CP 霊なんだから育成大成功じゃん。通信切れません。割とみんな良いところで育ってそう感あるな。ワンピの過去にしては珍しくあんま不満なさそうな。ふはこのくらいの年の時はもう主要してたけど。格はルッチほど歪んでないだけで仕事できるなら何でも良さそう。なんなら CP9 の時点で一般人の殺しを許可されてるんだから大概だろう。一応エリートなんじゃないのか。ガキの頃から熊取りしてたのかよ。格は本編のことを思うといろいろ考えさせられるな。無機物に身を食わせる技術は最先端なのか割と昔からあるのかどっちなんだろう。ラッスー出てきたとこで新技術って言われてる。大工に関しては真面目にやってたのが味わい深い。ジャブラみたいなやつ他にいた気がする。イデオンだったか。イデオ、って長族のイデオです。フクロウはもうチャックつけてんのか。このシリーズ大体一人は坊主枠がいるな。鳩マジかよ。ネタで腹話術してたんじゃないのかよ。サイファーポール自体が養成所出身者の集まりなんじゃないの？フクロウの呪文って聖剣好きからひらめいたのかな。六式ありで野球したら守備が強すぎて勝負にならなさそう。いくら強いとはいえ諜報任務で革命軍に潜入させられたりするし割と危険な職場。 CP 養成等出身者は任務の度にもらう仮の名前はあるけど本当の名前はないとかなんとか結構ダークな設定がファンブックでチラチラしてる。海軍と比べると身なり綺麗だな。主要風景見てもかなり金かけてるし結構裕福に育てるんだと思う。 CP9 の長官だったのに一般海兵より弱かったスパンダムは一体と言っても生身で銃持った兵士 0.9 人分だぞ。スパンダムは CP の長官であって CP 出身ではないんだろ。父親の方はあれでそこそこ戦えたのかもしれないが。スパイが世間連れしても困るしな。なんか若干怪しいのもいるが。腹話術で話す船大工くらいいるだろきっと。そもそもパンチで測るパワーの基準が武装した兵ってどういうことだよ。おっさんが銃込みで戦闘力5なのと一緒。まあ波の海兵何人分かって換算だし。みんなそこそこいいとこの生まれっぽいのになんで殺し屋集団になんかなったんだ。上でも出てるけど別にいいところで生まれたんじゃなくて、孤児とかサイファーポール出身者が政府の養成機関みたいな島で育ってるだけだ。ルッチが平和シャツなんか着るか。平和とシャツとか正義マントとセンス変わらんだろ。
親のスパンダインは嫌な奴ではあるが有能な方なんだ。かくまじで船大工してた方が幸せそうな人。船大工の仕事自体は真面目にやってたのがかっこいい。メリー号は治らない。幼少期の格の絵から船が好きだったのわかるのいいよね。船の査定結果について質問されて、残念ながら、って返すとこ好き。格とカリファが明らかに仕事に対して愛着持ってたのいいよね。ゾロが船の査定についてダメ元で聞いてそうなのいいよね。ルッチはともかく格は CP9 抜けても器用に生きていけそうだよね。船大工の仕事は普通に楽しんでいた男。格ってこれ見るに、スパイだったけど仕事そのものは心の底から好きだったんだろうな。転職させてやりたいな。いつ見ても格が模型をジャブラに自慢してるように見える。カリファの美人に育ちそうな可愛い女の子感すげー。よそ者だけどもネロの幼少期の姿も見たかった。やっぱ幼少期のイラスト好きだわ。身なりや表情から考察もできるような絵を描いてくれる。マザーの羊の家とか見ると各地の孤児院から孤児集めて6、7歳ぐらいからグアンハオで育ててる感じなのかな。扉絵連載でふるさとについて喜んでたから本人たち的にはそれなりにいい環境で育ててもらったと思ってるんだろうし、その分政府を裏切ったりはしづらいだろうな。みんな本来生まれた海はバラバラなのにグアンハオで揃ってふるさとだーと喜んでるのがなんとも言えない気持ちになるところもある。情報機関という割には結構距離近い感じだったけど、そもそも孤児院出身と考えればかなり付き合いは長いのか。まあ足抜けしたところで死客送られ続けられるだしな。そもそもアイスバーグ暗殺未遂しといてウォーターセブン帰れるわけないだろ。アイスバーグさんがよって言ったら戻れるとは思う。さすがの成人でもそれは言わないだろうが。てっきり同い年ぐらいの馴染みなのかと思ってたら最年長のジャブラと最年少の格で10個くらい年離れてて意外だった。カリファウォーターセブンの新秘書とそっくりだな。生まれた時から CP としての生き方しか叩き込まれてなかったならそりゃウォーターセブンの暮らしはさぞ楽しかったろうな。